タイのナムチャをジトクックチキン、スウェーデンで購入したものです。揚げ麺に粉末スープがついています。麺はボテッとした重たい食感です。電子レンジ調理だとこの傾向が一層強調される感じです。スープは指定通りの水の量で作りましたが、薄すぎてぼんやりした味です。このシリーズを茹でて調理した場合、味の薄さは感じなかったので、電子レンジ調理の場合は水の量に注意です。味自体はシンプルで癖のないチキン味ですが、刺激もなく、大成品らしさは全く感じられません。